同面不当です。今回はラグラジアン密度について具体的な問題を通してラグラジアン密度を説明したいと思います。でまずは解析力学の復習というか、おさらいなんですけど、一粒子の力学的挙動というのはラグランジュ運動方程式のように与えられます。このような式ですね。座標が QI で与えられて、QI と QI ドットが独立変数であって、このような式で与えられますと。でこの式というのはどのように導かれたかといいますと、ハミルトンの偏分原理、作用 S があって、作用 S の偏分が最小作用の原理ですね。最小作用の原理で、かつ0なのみたいなやつがあったと思うんですけど、ここから、導かれたやつですね。部分積分とか用いたと思います。で、また、ラグラジアンからこのようなハミルトニアをこのような式で求めることができます。ここで PI っていうのはこのような式。ラウンド L、ラウンド QI ドットっていう、このような正準共約の運動量となっています。今回一つ一つ説明してるんですけど、これが解析力学のダイジェストということになっています。で、これをラグランジュ力学、ラグランジュ力学っていうんですけど、今回はこのラグランジュ力学を、ラグランジュ力学っていうのはそもそもどんなのかと言いますと、例えば一粒子の場合だとこの方程式1個だけなんですけど、二粒子の場合だったら、2つ書いたりとか、あとは三次元の場合だったら3つ、一粒子でも方程式あったりとか、自由度に応じて方程式がどんどん立てられていくんですけど、でこの時、ラグランジュ力学の時は有限系である場合を考えます。つまり離散的な粒子とか失点、失点を扱う場合ですね。それを今回は、無限系の場合、すなわち連続体とか場に適用していきたいと思います。すなわち、言葉で述べますと、これってのはラグランジュ力学、すなわち有限系の有限の自由度を持つ場合だったのですが、それを無限の自由度を持つ場合、ラグランジュ場の理論について説明していきたいと思います。でまずは、それを説明するために、まずは、具体的なモデルとして1次元の鎖を考えます。このようにバネ定数 K でつながれた、で質量 M を持つ質点がこのようにつながっているとします。連星振動ですね。で I 番目の質点の変異を ηI としたしますと、ラグランジアンというのはこのように書けると思います。これが、運動エネルギーに対応する項で、こちらがポテンシャルエネルギーに対応する項ですね。で、例えば、質点が i から n までということで n 粒子あるとします。n はちょっと後で変動させるんですけど、このようにあるとします。ここで l イコールこのような式だったと思うんですけど、隣り合った粒子間距離を a といたしますと、すると a っていうのを抜き出してこのような式にするとします。で、ここの部分っていうのが今から説明するラグラジアン密度って呼ばれるものになっています。ラグラジアン密度を一応このように筆記体の L と置きますと、このような式で表せることになりますね。で、このラグラジアン密度っていうのは今回の場合だったら A× ラグラジアンの I となってますので、単位長さあたりのラグラジアンとなってますね。で、今から考えることは粒子間距離をどんどん小さくすることを考えます。どういうことかと言いますと、K の長さ L っていうのが一定であるとして、K の長さ L だとしますと、長さっていうのは、粒子のかけるA と表すことができますね。N 粒子あって、本で粒子間の距離が A って定めたので NA とできますね。で粒子間距離をどんどん小さくするってことは A を0に近づけるってことですね。なので、L は一定でありますので、K の大きさを一定に保つためには、今回はちょっと1次元の長さなんですけど、N ってのを無限大にしなければいけないですね。つまり、最初このようなものであったのが、このように粒子ができて、で、どんどん増やしていくんですね。このようにどんどん粒子を増やしていくと、無限の粒子数になった時には、このように波としての振る舞いを持つことになります。ので、粒子間距離をどんどん小さくして無限小にした時に、そうすると自由度っていうのは無限大になると思います。粒子数が大きくなりますので、粒子数に応じてラグランジュ方程式を、ラグランジュ運動方程式を立てなければいけないので、自由度っていうのはどんどん大きくなって、無限小の時は無限大になります。粒子間距離が無限小の時は無限大になります。つまり離散的な力学系から先ほど言った波のような振る舞いしますので、連続的な力学系へ拡張されることになります。ですると定数というのはどのように変わっていくかと言いますと、このような感じでちょっとバッと述べてしまったんですけど、一個一個言うと、まずは A、 粒子間距離ってのはどんどん微小になっていって、微小な大きさ dx とするとします。するとこの変異の差ですね、割る A っていうのは、ここの部分が DX になって、そうするとここの部分が
まあ、DX をどんどん小さくしていきますので、微分の定義のような形になりまして、よってラウンド E とラウンド X とすることができます。で、また、粒子をどんどん増やしていくっていうことで、で、今回、質量、失点 M があるってことで、粒子をどんどん大きくしてしまうと、失点もどんどん増えてしまうので、まあ、つまり、質量がどんどん大きくなって、質量も無限大になってしまうので、ここで考えるのは、さっきこのように A を抜き出したんですけど、このような A 分の M ってのを考えまして、そうすると A 分の M ってのが、このようなミュ、すなわち質量密度で表せることになります。まあ、今回1次元なので、長さに応じてこのような、長さ×ミュとすることによって質量が得られることになります。またこの KA の部分をヤング率を用いて Y とするとします。するとどうなるかと言いますと、もう一度これを使うんですけど、A 分の M がミュ、で、KA が Y。となってここの部分がそのラウンド E とラウンド X となりますね。はい、ということでまずはラグラジアンというのがこのようにラグラジアン密度を用いて表せたんですけど、これを連続的にすることによって、まあ、つまり N を増やすことによって、まあ、連続のような形、すなわち積分の形で表すことができます。で、ラグラジアン密度の L の DX。で、ラグラジアン密度は先ほども言ったんですけど、このような式で表されることになります。で、このラグラジアンをハミルトンの偏分原理を適用して、無限系の場合の、先ほど最初ら辺に書いたものは、ラグラジアン力学、すなわち有限系の場合の、方程式だったんですけど、無限系の場合についての方程式を、導出したいと思います。ということで、先ほど、作用の偏分を考えるって言ったんですけど、作用の偏分がこれで、この L の部分に代入していくと、このような式となると思います。で、これが0ですね。で、ここでちょっと注目してほしいのが、場合このような偏分原理だったんですけど、QI ドットが変数でしたが、このようなラグラジアン密度の場合は、ETA、ETA ドット、さらにラウンド ETA、ラウンド X というこの3つ目の項がついてますね。まあ、これがちょっと変わる点なんですけど、で、ETA の偏分を T1 および T2 で0、まあ、つまり端で0ってことですね。あとは空間積分の範囲の端でも0とするとします。するとどうなるかと言いますと、まずは、ラグラジアンってのがこのような偏分原理でこのように表せて、で、作用の偏分ってのはこのように表せて、先ほど、ラグラジアン密度の式を代入しましたので、全微分の形でこのように表すことができますね。で、普通のラグランジ方程式、有限系のラグランジ方程式を導くのと同じように、部分積分を考えます。偏分とこの偏微分をこのように交換できて、で、部分積分を行って計算しますと、で、あとはこの空間および時間の端で0ってのを考えしますと、まあ、このような式になると思います。で、これが0でなければならないので、よってこのような方程式が導かれることになります。まあ、これがまあオイラー・ラグランジュ方程式ですね。無限系の場合。で、このように方程式が、オイラー・ラグランジュ方程式が得られたんですけど、実際に今回、ラグランジュ密度っていうのはこのように表されたとなので、代入していきますと、このラグランジュ密度は、先ほど書いたんですけど、eta、eta ドットで、ラウンド eta、ラウンド x っていう t の微分、x の微分に依存するんでしたね。まあ、今回ちょっと eta に特別な形で依存しないんですけど、まあ、eta ドットととりあえずラウンド eta、ラウンド x に依存していると。で、代入していきますと、ラグランジュ密度代入すると、こっちについては、ラウンド eta、ラウンド t ってことで、eta ドットですね。eta ドットを偏微分するので、ここの部分が出ます。なので、μ eta ドットの t 微分するので、2回微分になりますね。で、同じように空間微分の方は、こっちの方が出ますので、こっちですね。で、ラウンド l、ラウンド eta についてはないので、0。したがって、このような式となりまして、これはまさに波動方程式となっています。先ほどまあ無限系にすることによって波のように振る舞うとか言ったんですけど、ちゃんと波動方程式。まあちゃんと言えば伝播速度がルートの μ 分の y、一次元波の波動方程式になります。で、また、ラグランジ力学ではこのような正準共約の運動量及びハミルトニアンがこのように計算できたと思うんですけど、ラグランジ密度を用いてこのような正準共約の運動量及びハミルトニアン密度が求めることができます。なんか、結構教科書とかで正準共約の運動量、このラグラジアン密度を用いるときはこのような π で表すことが多いので、僕も π を用いています。
で実際に今回計算していきますと、ハミルトニア密度っていうのはこのような式になります。まあ、こっちがだから運動エネルギー密度、こっちがポテンシャルエネルギー密度ですね。で今回、1次元の鎖を考えてラグランジアン密度を考えたんですけど、このようなラグランジアン場の理論っていうのは無限の自由度を持ちますので、まあ、連続体とか場の理論に適用されることになります。でまあなんかちょっと先取りしてしまうんですけど、このラグランジアン密度を考えることによって何がメリットがあるかといいますと、場の理論では特殊相対論を満たすような、まあ、すなわちローレンツ変化に対して不変であるような理論体系を作りたいんですけど、そのようなローレンツ変化の対称性が分かりやすい形となっています。まあ、なんか先ほど作用の変分を考えるときにラグラジアン密度を用いて汚いけど、まあ、dt および dx の、まあ、なんかラグラジアン密度みたいになったと思うんですけど、まあ、すなわち変分を考える際にラグラジアン密度っていうのは時間および空間の積分を考えますので、まあ、時間と空間が対等であるということで、まあ、相対論的にもいいものになっていると。あとはまあそうですね、まあ、冒頭で述べたかな、なんかラグラジアンをラグランジ力学の時は例えば t-u で、例えば u の時に、まあ、ポテンシャルエネルギー、まあ、なんか調和振動子のエネルギーを代入するとなんか mx.=-kx みたいな運動方程式っていうのが得られるんですけど、同じように場の理論においてもラグラジアン密度を何か定めることによって、まあ、場の理論に適した、例えばまあ具体的なもので言えばクラインゴルノー方程式とかディラック方程式とか、そういう場の理論、場に適した方程式が得られることになります。あとはまあなんかハミルトニアン密度が先ほど得られたと思うんですけど、まあハミルトニアン密度を求めるための式もちゃんと定式化しているってことで、ということで何が言えるかと言いますと、ラグラジアン密度ってのはまあとりあえず様々な利点があることになります。はい、今回1次元の鎖を用いてラグラジアン密度をまあ説明してみました。今回は以上になります。